こんばんは。急ぐ急ぐ。私は急な紹介、この袋に遠征中の化粧水とかコンタクトの液とか入れています急な紹介そうかしらの袋に入れてる。急すぎて全然入ってこない、間違いないですよね。これが私のコンタクトの液。ねえ待って、これがさ外れとった。え待って大丈夫よね。え怖い怖い。これは私が最近買ったヘアオイルなんですけど、蓋が外れとった。これちょっと外れやすいのかな、漏れとらんよね。私もうさ一回ヘアオイル、金木犀の瓶のヘアオイルがあるんですけど、めっちゃいい匂いの、それがあのバッグの中で大散乱した時があってそうもうね、いまだに今はもう大丈夫だけど、もう当分の間そのバッグ使ったら髪とか入れとったらちょっとオイルがつく事件があったんですよね。そうなんで開始早々こんな物紹介をしてるかというと、コンタクトを取ろうと思って、あコンタクトの入れ物があっちじゃわ。やんあっちだった。ちょっと取ってくる、元気あるかな要検討。こんばんは。今日は幕張メッセで STU48 祭ありがとうございました。ありがとうございました。石田千穂大感謝祭と全員でのミニライブとお話し会と、めっちゃ盛りだくさんな一日でした。一個ずつ、まずは大感謝祭から振り返っていこうかしら。セットリストは息をする心、花は誰のもの、独り言で語るぐらいなら、ぐらいって言っちゃった語るくらいなら、夢見る少女じゃいられない、ラブマシーン、サステナブル、遠距離ポスターで、笑顔のチャンスを8曲披露いたしました。イエーイ。結構私といえばっていう曲と、カラオケコーナーはなんか新しい感じ。でした。サステナブル歌ったのかなり久々。そうですね。確かに言われてみればソロ公演以来だと思うから、もう1年とかたっとるんかな。意外と久しぶりでしたね。
え、確かに。なんかさ、今日お話し会でも結構いろいろ笑顔のチャンスがグッときたとか、あと夢見る少女じゃいられないのお話とかがすごい多かったんですけど、自分が思っていたよりもサステナブルの感想も多くて嬉しかった。確かに久しぶりでしたもんね。本当に久しぶりに一人でステージ立たせていただいたので、めっちゃ緊張しました。本当に緊張しました。 そう、でもとっても楽しかったです。改めて皆さん本当にありがとうございます。そう、福山でもさせていただくので、福山はねまたガラッといろいろ変えていきたいと思います。え、それでさ、カラオケのところも変えようと思うんですけど、何がいいと思いますか？みんな何が聞きたいですか？なるほどなるほど。みんな結構「うっせぇわ」歌って歌いたい。 いいですね、愛子さん。私お箱というか好きなので悩んだんですよね今回も。なるほど、ありがとうございます。ねえ、楽しみです。1ヶ月くらい空くよね。でもあっという間になりそう。赤くなったかゆい。楽しかったです。とっても。改めてリアル舞台投票してくださった皆さん、本当にありがとうございました。アルトロ今中止めと耳かけしてる。何本刺さってるでしょう、ピン。みんな考えて。 何本ピン刺さってるでしょう。10本、15本、13本、6本、15本、4本、10本、8本、5本。私もでもほんまに想像つかん。でも今日多分ちょっと多い気がするけど、十何本ってことはないです。それだけは言える。十何本はもうあれですね、お団子とかしてたら、まとめ髪してたら。 あ、もうふざけ始めちゃったよみんな。 まず1、2、あ、こっち2本ですね。あとゴムで結ばれとった。
ちは2本、こっちが3。あ、結構刺さってる今日。取れん。5、6。結構刺さってる。7。あ、7本でした。あとゴムが。今日の結果は7本でした。ラッキーセブン。正解した方は明日ラッキーなことがあったりなかったりします、ここが凝っとる。ちょっとね、私あの曲めっちゃ好きです。あの自然淘汰主義、今日さ初披露しとって、ダンスとかリハで初めて見たんですけど、めっちゃ好き私あの曲。もともと曲調もめっちゃ好きでいいって言ってたんですけど、ダンスもめっちゃかっこいい。あれ絶対いつかやりたい。ダンスめっちゃかっこいいし、なんかフォーメーションがすごかった。なんか私もその次の曲がエガちゃんだったけん、途中までしか客席でリハ見れんくって、1番しか見れてないんですけど、めっちゃかっこよかった。ね、花だれソロも染みますよ。染みました。嬉しい。染み染み、ね、首赤くなってる。始まる前はなってなかったんですけど、私本当に肌が弱くて、なんかすぐ赤くなるんですよね。もう慣れました。でもそういえば最近ジンマシン出てないですね。あんまり赤くなることはあるけど、ジンマシン最近出てない気がする。やっぱり声出せるの楽しいね。声出しのライブ、私も声出し OK になって何回か重ねてきて、やっぱりね楽しい。次の私のライブの予定は、あの生誕祭の日31なんですよ。やばい、楽しみすぎる。もう生誕祭来てくださる皆さん、もうあふれんばかりのコールしてくださったら嬉しいです。
しみ。私が最近というか舞台期間に演出家さんに一番最初の稽古の時に教えてもらったことがあって、なんかなんだかがいいねあの座って、あの前屈、え、なんだったっけ、なんかそういうことにしよう自己解決、あの前屈みたいな、長座体前屈、長座体前屈みたいなあるじゃないですか。それを最初やって、でその後にこうやって見てください、親指を回してここ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 回して、これをねやったらね、脳がなんか知らんけど活性化するらしくて、これやった後にまたやったらなんかいい効果になるんですよ、もっといくの。これ教えてもらってからこれをやったらなんかすごい脳がめっちゃ動いて感情移入しやすくなるみたいな言っとって、それずっとやってた。そう、ここをね、ここの指回すのがねめっちゃ難しいの。私もね全然できんかったんじゃけどね、やりよったらねできるようになった。なんで今この話したかっていうと、あのあんま、あのなんで話したんだろうって思うんですけど唐突に話したからでもこれみんなに教えたかった。そうそう、そう、そう、マジで難しいよ薬指回すの。あ、なんでこれをやったかというと、そうじゃ今日あの今日やればやらんかったんですよ今日、ていうか舞台はとかやっとらんくて、でも今日やればよかったと思って思い出したんじゃ、そういえばそれでやったんじゃ。やっぱさ、コンタクトさ取りたいけんさつってくるねなんか話しよって、チュ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 、あ、バッグ、あ、近くにあったわ、どこに置いたかと思っとった。チュ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 見ます、私のコンタクトケース、かわいい、かわいい、かわいいんですよ。私コンタクト取るとき白目になるんですよ。なんかそれって結構普通のことだと思ってたんですけど、普通じゃないっぽい。なんか多分目が上に行くの、ええ、どっちだろう、上と下どっちだろう、ね、今の顔絶対不細工だから
忘れてほしい。ちょっと確認したい。上だわ。てか下ってことないよね。私も今さやってみて思ったんやけどさ、下でさ調べてできなくない？上だったわ。普通に何も考えんでも上だったわ。正解は上です。下は難しいね。なんか癖で白目になることなかったっけ？え、ありますあります。今でもなんか話してる最中とかふわーってなった時にマジかっていう出来事があった時に話してて白目しちゃう、しちゃいますね。癖なんですか？癖ですね。ほのたんがよく言ってた。多分特にほのたんと話すときにマジかってことが多かったんじゃないかな。いっぱい。確かに。そう、白目。ピークは過ぎました、多分。でも全然今日もしたと思う。忘れたけど、今日、いつしたか忘れたけど、今日した記憶がある。話し会で白目見れますか？あ、でもしてほしいって言われたら全然しますよ。ご要望があれば。その代わりまずはね、ファンの方にしていただきますけど。お話し会ツーショット、ツーショットはダメよ。ツーショットはダメよ。自分の頭に刻んでください。そう、停滞残してダメ。練習しておきます。楽しみ。そうなの、今日ね、なんと舞台で一緒だったさやかさんが見に来てくれてたんですよ。嬉しい。めちゃくちゃ嬉しくいいです。本当に空の方を見に来てくれてました。めっちゃ嬉しい。なんか舞台終わってからもさやかさんとさなちゃんと結構頻繁に連絡取ってて、でさやかさんが今度東京でライブするんだね、なんか申し込み見たらお昼までだったって LINE してくださったから、もうさやかさんだったらもういつでもどのライブでも、 もういつでもご招待するんで言ってくださいって言ったら本当に来てくださって、嬉しい。うん、ミッフィーくれました。ミッフィーサブレかわいい、嬉しいです。さやかさん誕生日にもね、そう、うわ時間だ。また今度話します。20位岸本タクシーさん、19位ポルダーアグリさん、18位もや太郎さん、17位栃木のスーさん、3、
16位キョンシーさん、15位カズヤさん、14位マルヒロさん、13位おじゃまるさん、12位ニシさん、11位ミックさん、10位おいでます元気さん、9位ドルフィンさん、8位馬ひとすじさん、7位のぞみ4号さん、ラッキーセブン。6位演歌家さん、5位ユリアピースさん、4位グリオティーナさん、3位キタエさん。スリースリー。2位電化会さん、ツーツー。そしてそして第1位はプルーヒュン、ヨイチさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝のキャミです。はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。そう、さやかさん誕生日になんかお菓子とあとお守りくれたんですよ。でさなちゃんはあのタンプレ買いに行く時間なくてごめんって言って天城府を1万円分くれたんですよ。太っ腹姉さんすぎるとっても嬉しかったです。アンサンブルの音羽さんもお菓子、なんかおしゃれなお菓子をくれて、すごく温かかった。ありがたい。私もお礼します。うん、おやすみなさい。バイバイ。時間ですかね、もうスクショタイム。